大量に高校生が降りてきましたね。やっぱりあのキハ40の発射撮影しなくて正解でしたね。中から人降りてこられるとね、なかなかちょっと面倒くさいんですよね。モザイクかけたりするの。よっぽどレアな列車だったらね、人がわんさかいても撮るんですけど、北海道新幹線の H5 系とか2編成しかないからレアだからあれは頑張ってモザイクかけてでも撮影しましたけど、さすがにね、キハ40になるとまあいっかっていう気持ちにはなりますよね。そしたら右に曲がるかな。この医療法人慶仁会病院、電気がついてるから、まあやってる病院なんでしょうね。それでは右に上がっていきます。いやー、だいぶですね、日が暮れてきました。今日中に帯広終わんないのか。いや、せめてね、帯広市内くらいまでは行きたい。せめてそこまでは行きたい。次なんだろう、目室かな。次はね、多分目室。うん、目室。目室はね、大きい駅だから、大きい駅っていうか、目室の街自体は結構大きいですから、セイコーマートがね、24時まででした。スルーしてもいいかなと思ったけれども、なかなかこっちの方にも、来れないですからね。うん、やっぱりね、頑張ってなんとかね、目室は終わらせておきたいところですね。もうちょっと早く出てこればよかったな。風鈴駅の闇が深すぎて、その編集に手間取って、こっちの撮影に出かけるのが遅くなったんですよね。いや今日はね、目室が限界かもしれない。そしてあれはなんだ、また覆面もどきか。覆面もどきがこんなところにもいる。あれ何なんだろうな、覆面もどき。必ずね、中に誰か人が乗ってるんですけど、時給いくらなんだろう、覆面もどきの仕事。俺もやろうかな。運転席にダッチワイフ置いて、赤いランプパカパカ回して覆面もどき。ダメかな。ダッチワイフじゃダメなんだよね、中に人がいないと。違反者がいたら猛ダッシュで追いかけるんだったら中に人がいる意味もあるのかなとは思うんですけど、追いかけるつもりないんだったら、ダッチワイフでも人形でも置いとけばいいんじゃねえの。僕はそう思いますけどね。皆さんはどう思いますか？これはなんだ、 N システムですね。 N システムを通過。いやもう対向車もですね、自分の車も前の車も全員電気をつける時刻に差し掛かってきました。両サイドは農村ですね。十勝の農村。日没時刻、全走灯確認。ああ、日没時刻になっちゃいましたね、ついにね。さて、ここからあとどれぐらい行けるだろう。白輪台ぐらいだったら、白輪台帯広ぐらいだったら、まあ、下りに回してもまあいいかなっていう気もするんで。ですけどね、どうだろうな。なんとか西帯広ぐらいまでは今日は頑張りたいところです。いやー、両側はですね、十勝の農村風景ですね。そして H システムね、ここにもあるんだ。新徳帯広間に2つも H システムあるんだ。まあ確かにこの38号がこれだけまっすぐなところってこの区間ぐらいでしょうね。交通量も38号の中ではおそらく一番多いでしょうしね、このエリアが。近づいてきました。自社速度70以下200 100スピード注意通過と。あとはもう自動追従のクルーズコントロールで前の車と同じスピードで走っていきます。いやー、本当左側はね、本当にね、十勝平野だなっていう、道東だなっていう感じしますね。こういう風景、実はオホーツクの方に行っても似たようなのあるんですけどね、やっぱり十勝がなんか一番ガラッ広い感じはします。そしてここまで来ると、帯広が16キロですから、帯広ももうすぐそこです。その前に根室ですね。根室もこれまた結構ね、帯広のベッドタウンっていうこともあって、結構人口が多い大きい町ですよね。おっと、結構ね、前の車がスピードアップしたので、ちょっとね、車間距離を空けて、クルーズコントロールを再設定して走っていきますか。ここから38号は2車線になります。ここから帯広までずっと2車線。どうせならこの2車線エリアにHシステムをつけた方が捕まえやすい感じはするんですけどね。あ、ここはあれか、パンダが出るんだ。ステルスじゃなくてパンダが出るから Hシステムはいらないんだ。いやー、このまっすぐ続くこの2車線道路いいですね。なかなかないですよね、高速道路以外だと。一般道でこの2車線の広い道がまっすぐ進むっていうのはなかなか欧米的ですね。なかなか欧米的ですねとは言ったのはいいもののですね、根室駅もですね、このスピードでずっと走ってるとゆっくりスルーする可能性もあるんで、そこだけは注意しましょう。ただ根室ぐらい大きい町になれば駅への案内が出てないっていうことはないと思うんですけどね。なんといってもね、見かけですらちゃんとがっちりした案内がありましたから、それを考えると根室で案内がないっていうのはちょっと考えにくいかなっていう感じはします。この辺は工業地帯なんでしょうか。右にはセブンイレブン、左右にはですね、畑の代わりに工場がちらほらと広がってきています。そして遠くにですね、映ってるかどうかわかんないですけれども、青い看板が出てきました。おそらくはあれを右に曲がれば根室駅に到着すると思います。到着するよね、書いてあるよね、根室駅って。あ、書いてありますね。よかったよかった。この北海道道62号を右折して根室駅、これか、ここ信号ないんだな。立派な看板があるけど信号がないけど、本通りと書いてあるんで、これをまっすぐ行けば根室駅なんでしょう。ここに信号を作っちゃうと、まあ次の信号との整合性がおそらく取れないんでしょうね。そしてこれが根室の駅前通り。駅前通りの割にはそんなに店がたくさんあるっていうわけでもないですね。赤信号で捕まった。こう暗いとですね、極力日が沈む前になんとかあると思うんですけどね、西帯広ぐらいまではなんとかしたいですけどね。それでは先に進んでいきましょう。この辺から先が芽室町の中心市街地なんでしょうか。なかなか両サイドにオレンジ色の明かりがついていて、おしゃれな感じになっています。セイコーマートは20時、あ、目黒でも24時なんだ。なんとなくね、美瑛的な感じの市街地ですね。そしてここは帯広新港、北海道銀行、目黒の金融の中心ですね。左側には松原と書かれた店があります。何の店なんでしょうか。今は営業していないようです。そして商店街を進むと目室駅になります。左側にはですね、目室戸と書かれた立派な再開発ビルがあります。さすが目室、都会ですね。そしたらですね、この目室戸の横を通過して、車を止めていきましょう。あ、結構ね、利用客が多いですよ。駅の大きさ自体は、そうですね、新宿とかよりは小さいんですけれども、でも駅前にはこんな感じで焼肉屋さんがあったりだとか、商店街もなんかおしゃれな感じの商店街があったりとかですね。目室戸という駅ビルまであったぐらいにして、ラーメン二郎じゃなくて一郎なんてのが、サブローもあるだろうな、そしたら。そしたらですね、駅の駐車場に車を止めまして、現地調査していきます。これはちょっとね、人が多いからね、アフレコになりそうだけど、やっていきましょう。